この作品の特徴は弓の細部まで徹底的に描き込まれた作画の綺麗さ。あれ、なんで泣いてるんだろう。ダダーン、 N 子だよ。今週も始まりました、ザ・ N 子ショー。もう10回目のザ・ N 子ショーです。意外とあっという間に到達したなって感覚です。10回やってきましたが、皆さん本当に私がおすすめしたアニメちゃんと見てますか？本当に？本当に見てます？じゃあコメント欄でどれを見たかちゃんと教えてくださいね。今回は10回目っていうことなんですが、20回、30回、100回、1万回と続いていくかもしれないので、皆さんしっかりついてきてくださいね。それでは今週もザ・ N 子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら、夏こそ運動、青春スポーツアニメ。もうすっかり真夏のこの季節、 N 子もぐったりしてしまう日が多いんですが、そんな時こそ運動して汗を流し体力をつけていきたいですよね。というわけで今回は、見たら思わず体を動かしたくなる青春のスポーツアニメ3作品紹介します。それでは早速行ってみましょう。まずはこちら、鶴根風舞高校弓道部。一度は弓道をやめた主人公鳴宮美奈が、凄腕の射手滝川雅樹と出会ったことをきっかけに再び弓道の道を選び、自身の通う風舞高校弓道部の仲間たちと県大会優勝を目指すこちらの作品。個性豊かな仲間たちと弓道を通じて絆を深め合い、目標に向かって突き進んでいく姿に、私もこんな青春を送ってみたかったなぁと感じてしまいます。この作品の特徴は、なんといっても弓の細部まで徹底的に描き込まれた作画の綺麗さ。実写を超える弓の表現はまさに圧巻の一言です。さらには登場人物の繊細な描写を描き切った脚本も秀逸で、ストーリーにのめり込むこと間違いなしです。この作品の制作は、何を隠そう京都アニメーション。作画も演出も脚本もさすがとしか言いようがありませんよね。個人的に注目してほしいポイントは、主人公鳴宮美奈と滝川雅樹の関係性。夜の二人きりの稽古で積み上げていく師弟関係は、誰しもが憧れる青春の姿そのものです。ぜひご覧になってくださいね。続いてはこちら、アイシールド21。ひょんなきっかけでデーモン高校のアメフト部に入部した弱気な少年の小早川瀬名が、自分の最大の武器である俊足を生かして仲間たちと頂点を目指しながら、自分の弱さを克服して成長していく青春アメフト作品。アメフトといえば、そう、私の生まれ育ったアメリカの国民的スポーツ、アメフトが身近にあったことから思わず見始めた作品なんです。個人的にアメフトをテーマにした作品ということで、親近感が湧きますし、逆に皆さんの中でもこの作品を見てからアメフトを始めたっていう方も多いのではないでしょうか。この作品のポイントは、主人公の所属するデーモンデビルバッツは当然応援したくなるのですが、その他のライバルチームの選手たちの活躍もかなり胸熱で、もう全てのチームが頑張ってほしいと思ってしまうほど、各選手たちの描写が秀逸なところです。私が個人的に推したい選手は、セナと同じチームに所属する戦術家ヒルマ陽一。一見クールそうに見えて、実はかなりの情熱家なところが、青春らしさを感じられて学生時代を思い出します。あれ、なんで泣いてるんだろう。最後はこちら、弱虫ペダル。
アニメ好きな主人公小野田坂道がセンスを見出されて自転車競技部に入部し、自身の才能を開花させながら仲間たちとの絆を紡いでいくこの作品。そんな小野田坂道が往復で90キロもかけて、しかもママチャリで秋葉原にアニメグッズを購入する姿がもうすでに熱いですよね。自分の好きなもののためにやっていた行動が知らず知らずのうちにセンスを磨いていたという事実に、見ている人にとっても何かの動機づけになること間違いなしです。この作品の青春ポイントは、登場人物が努力家であること。大きな壁に直面した時にする行動や考え方、そして周りのキャラクターがお互いに支え合う姿が、青春の絆って素敵だなって思える作品です。ちなみに私流の弱虫ペダルの見方は、ジムに行ってインドアバイクを漕ぎながら見ています。自分のやっているトレーニングがストーリーとリンクして、あっという間に1時間経ってしまうんです。ぜひ試してみてください。今日ご紹介した作品はどれも学生の頃の青春を感じてしまい、思わず運動やスポーツをやってみたくなること間違いなしです。夏だからこそみんなで体を動かして体力をつけていきましょうね。あ、水分補給は忘れずに。今日ご紹介した作品、ぜひ一度ご覧になってくださいね。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。アニキュー。アニキューはアニメに関するクイズを見ている皆さんと一緒に考えて答えるコーナーです。今回はアニキュー特別編。この前やったアニメタイトル A to Z を参考に、先ほどご紹介したようなスポーツアニメのタイトルを1分間にどれだけ言えるか挑戦してみたいと思います。皆さんも一緒にやってみてください。スタッフが挑戦した際は10個、言えたそうなので、10個以上言えるように頑張ります。それでは行ってみましょう。稲妻イレブン、キャプテン翼、アヒルの空、クロコのバスケ、ユーリオンアイス、灼熱カバディ、ハイキュー、テニスの王子様、ダイヤのエース、ピンポン、フリー、新テニスの王子様、エースを狙え、ボールルームへようこそ。まだありますか？まだ時間。やったー。一応スタッフには勝てたということで、後ほどスタッフには罰ゲームをしてもらいます。皆さんは何個あげられましたか？また次回のアニキューも一緒に挑戦しましょう。以上、アニキューでした。 N 子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。Oh, Eniko, have you watched the Transformers War for Cybertron series like Siege, Earthrise, and Kingdom? もちろん見ました。こちらのトランスフォーマーズシリーズに初めて、触れさせていただいたんですけど、すごく楽しくて、すごく面白いなって思いました。なんか噂によると他のトランスフォーマーズシリーズよりも結構シリアスな作品になってるらしいんですけど、私はすごく楽しんで見ることができました。では次の質問。こちらの質問はすごく長いので、ちょっと読み上げないんですけど、 Netflix と N 子は今後どういう
未来に向かっていくのか的な質問だと思います。まあ、N 子はネットフリックスの社員なので、今後も社員として皆さんにいろんなアニメの魅力だったり、皆さんと一緒にアニメを楽しんだりどんどんしていこうと思います。で、次の質問は、あなたは現在見ているアニメややっているゲームのことを話しますかっていう質問です。違う回でも自分の好きなゲームのことについて話したり、自分が最近見ているアニメの話だったりをしているので、今後もどんどんそういうプライベートな話もできたらいいなと思っています。3つ目の質問、今後一緒にコラボしていく VTuber の皆さんは海外の VTuber なのか、まあ日本の VTuber なのかっていう質問ですね。できれば、まあ、両方の VTuber の先輩方と共演してみたいですね。あなたは将来的にスペイン語や他の言語を学ぶ意欲はありますかっていう質問です。はい、私今英語と日本語を話せる羊の生命体なんですが、世界中の皆さんとつながりたいと思っているので、スペイン語レッスンとか動画にしてみたいなって思います。Gracias! I don't know why Enko don't have social medias. Did she gonna have it in the future? そうですね。現時点では確かに SNS は Enko はやってません。なのですが、皆さんの応援とお力があれば、もしかしたら SNS を開設するかもしれません。ってことで、今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、 N 子に質問コーナーでした。 The N 子Show、 本日もお別れの時間となってしまいました。もう10回目なんですね。あっという間っちゃあっという間ですし、長かったといえば長かったです。今回はスポーツアニメの話をいっぱいしたので、すごい運動のモチベーションが上がりました。なのでこの後すぐジムに行って、弱虫ペダルを見ながらエアロバイクを全速力で漕ぎたいと思います。また次回お会いしましょう。またねー。